おい、モーズリー、モーズリー、はい、伝言を聞いたのか。ついさっき。頼みがある。留置場から一人護送してくれ。検事法が待ってるから10時までに大陪審に。もう非番です。サインしたか。ええ、それはまだですが。ジャック、他にいないんだよ。楽な仕事だ。2時間ほどで雑魚を16ブロック送るだけだ。明日は遅くていいからな。はいはい。おい、モーズリー、モーズリー。はい。伝言聞いたのか。ついさっき。頼みがある。留置場から一人護送してくれ。検事法が待ってるから10時までに大陪審に。もう非番です。サインしたか。ええ、それはまだですが。ジャック、他にいないんだよ。楽な仕事だ。118分で雑魚を16ブロック送るだけだ。明日は遅く出ていいからな。はいはい。エドワード・バンカー。俺だよ、刑事さん。エディ・バンカーはここ一番奥の檻だよ。1時間後に来て。どうしてそんな。スーツを着ていくことになってる。で、届いてない。いいから出せ。着せろと言われたのに。そうだよ、スーツもらえるんだ。三つ揃いのスーツ、グレーのやつだよ。そんで待って、三つボタンでグレーでズボンの裾はダブル。向こうがカタログ持ってきてそこから選んだんだ。ここを出てくにはスーツを着てかなきゃ困るよ。文句は彼に言え。でもそのために靴紐も返してもらったんだし。分かったから早く歩け。スーツ選んだのに。正解はばあさんだろ。それでいいの。ばあさんを車に乗せないと死んじゃうから、あんたそう思うんだ。そうだ。でも正解かどうかは自分で考えて。ちょっと二人とも落ち着いて。刑事さん、法廷に出るからスーツを着るんだよ。おい、黙れ。だってそうやって。お前の私物だ。よくない兆しだ。両手を後ろに。待ってよ、今荷物を。両手を後ろに。待って、だから今荷物を。ちょっと待ってよ。だからおかしいよ、スーツの約束なのに。検事さんが来て。ねえ待って、ノート持ってかないと。大事なノートなんだ。なんでそう急ぐの。よくない兆しだよ。これ、答えなんだよ。おい、エドワード・バンカー。俺だよ、刑事さん。エディ・バンカーはここ一番奥の檻だよ。1時間後に来て。どうしてそんな。スーツを着ていくことになってる。で、届いてない。いいから出せよ。着せろと言われたのに。そうだ、スーツもらえるんだ。三つ揃いのスーツ、グレーのやつだよ。そんで、待って、三つボタンでグレーでズボンの裾はダブル。向こうがカタログ持ってきてそこから選んだんだ。ここを出てくにはスーツ着てからが困るよ。文句は彼に言え。でもそのために靴紐も返してもらったんだし。分かった、早く歩け。スーツ選んだのに。正解はばあさんだろ。それでいい。なあ、ばあさんを車に乗せないと死んじまうから。あとそう思う。そうだ。でも正解かどうか自分で考えて。二人とも落ち着いて、刑事さん。法廷に出るからスーツを着るんだよ。おい、いや黙れ。お前の私物だ。よくない兆しだよ。両手を後ろに。待ってよ、今荷物を。両手を後ろに。待って、だから今荷物を。ちょっと待ってよ、だからおかしいよ、スーツの約束なのに。ケンジさんが来て。ね、待って、ノートを持ってかないと。大事なノートなんだ。なんでそう急ぐの。よくない兆しだよ。これ、答えなんだよ。おい、ケンジさん、質問していい？俺もずっと考えてるんだ。ハリケーンの中、車を運転してたらバス停で3人待ってるんだ。1人目はおばあさん、病気で死にそうだ。2人目はあんたの大親友、命の恩人で、3人目があんたの理想の女性なの。そこで問題。乗せたいけどその車は二人乗りだった。さて誰を乗せる。ほら、よくある心理テストみたいな謎謎。これで性格がわかるんだ。そんな重く考えないでよ。もしもの話。そうか、なるほどね。それがあんたの答えか。
制機使えばいいじゃん。ほらテレビの刑事ドラマみたいにサイレン鳴らしてさ、警察の権力で道を開けろとかなんとかよく言うだろ、道を開けろって道を開けろか。サインだ、いろんな兆しがそこら中に見える。昔はそんなの何にも見えなかったのにさ、見え始めたらこっちも探すようになって、で人生うまく回り始めた。俺は大丈夫、運命に従ってれば。スーツは着てないけれど、行って証言すれば俺のキスは取り下げられて無罪放免だ。大丈夫、運命に従えば人生うまいこと収まるよね。俺に言わせれば人生は長すぎる。長すぎる？なんだよあんた普通じゃないな。なんで生きてるの嫌？普通はもっと長生きしたいって思うもんだろ。ほら少しでも長く生きていたいってさ。あんた大丈夫かな。あれ止まるの？裁判所はまだだろ。なんで？ちょっとなんで止まんだよ。さっきあんだけせかしたくせになんで止まんの？ねえ刑事さん頼むよ、法廷の後も大事な予定が詰まってるんだよ。なんで？ちょっとシャレになんないよ刑事さん、真面目にやってって。おいくそふざけんなって。おいおい朝っぱらから酒買うのかよ。刑事さん質問させてよ。俺もずっと考えてるんだ。ハリケーンの中車を運転してたらバス停で3人待ってる。一人目はおばあさん、病気で死にそうだ。二人目はあんたの大親友、命の恩人だ。で、三人目があんたの理想の女性なの。そこで問題。乗せたいけどその車は二人乗りだった。さて、誰を乗せる？ほら、よくある心理テストみたいな謎謎。これで性格がわかるんだ。そんな重く考えないでよ。もしもの話。そうか、なるほどね。それがあんたの答え。ねえ、ほら、覚醒器使えばいいじゃん。ほら、テレビの刑事ドラマみたいにサイレン鳴らしてさ、警察の権力で道を開けろとかなんとかよく言うだろ。道を開けろ道を開けろサインだ、いろんな兆しがそこら中に見える。昔はそんなの何も見えなかったのにさ、見え始めたらこっちも探すようになって、で人生うまく回り始めた。俺は大丈夫、運命に従ってれば。スーツは着てないけど、言って証言すれば俺の起訴は取り下げられて無罪放免だ。大丈夫、運命に従えば人生うまいこと収まるよね。俺に言わせれば人生は長すぎる。長すぎる？なんだ？あんた普通じゃないな。なんで生きてるの？いや、普通はもっと長生きしたいって思うもんだろ。ほら少しでも長く生きていたいってさ。あんた大丈夫かな。何止まるの？裁判所はまだだろう。なんで？ちょっとなんで止まんだよ。さっきあんだけせかしたくせになんで止まんの？ねえ刑事さん頼むよ、法廷の後も大事な予定が詰まってるんだ。なんで？ちょっとシャレになんないよ刑事さん、真面目にやってよ。ああ、くそふざけんなって。おいおい
朝っぱらから酒買うのかよ。